はい、したい。誰が呼んだか、心優しきパンクロッカー山田バスターやいびん、本日もカラオケ歌丸さんで練習を終えて帰る直前に YouTube 動画を回している山田バサラでございます。はい、昨日に引き続きましてなんですが、シュガーホール2025年4月の27日日曜日に予定しておりますシュガーホールコンサートのですね、応援金の第2号2人目の方がですね現れました。北海道の大藤さん、北海道のですね大藤拓也さんからですね応援金がございました。大藤さん、ありがとうございます。ねえ、大藤さんは2年前でしたかね、2年前ね、北海道ツアーにね行った時に見に来てくださいましてね、僕が覚えてるのは大藤さん恵庭だったですかね、ライブが終わった後札幌までね、帰らないといけなかったんですが、結構離れてるんですよね。でその帰りのですね電車ね、結構時間かかるよということでね、車にね、乗せていただいてですね、帰ることができたというな、そんな素敵な送ってくれたね大藤拓也さん、いやー北海道のねすごいですね。もうこれでもうこの応援金はですね北海道から沖縄までもうですねこれでねちゃんともうコンプリートっていうかねできたということで、まだ2人目ですけれども、大藤さん本当にありがとうございますね。大藤さんは、僕の T シャツなんかもねツアー先でね、ご予約くださってもう本当にありがたいです。ぜひまた北海道でライブをしたいと思ってますので、その時はですねどうぞよろしくお願いします。これで SNS で応援金のお願いをしてですね、もう2人ね、ご入金していただきまして非常にありがたい限りでございます。でこれからね、こうやってご入金があって、でそうやって呼びかけてもいいよ、名前を言ってもいいよっていう方にはですね、なるだけこうやって SNS また YouTube とかでね、報告していこうと思ってるんです。でね、それでね、そう言ってこれからこうやって告知っていうかその応援のね、ご入金がありましたよっていうことでお礼の動画をですね送る中で、ちょっと僕がね皆さんに覚えておきたいことっていうかお伝えしたいことが一つありまして、シュガーホールの応援金っていうのはもちろん僕はこれからね、10ヶ月近くねずっと呼びかけると思うんです。ただねこれ強制じゃないですからね、強制じゃないので、例えばこれ見てくださってる方でね、なんか私もやらないといけないかなとかね、そういうふうな、こうなんていうのかな、無理やりね、無理やりこう募金しないといけないとか応援金を送らないといけないってことは全くありませんね。やりたい人がやるんですこれ、ボランティアで、ボランティアって変だな、ボランティアって言い方はちょっと語弊があるんですけども、気持ち本当にね応援したいよっていう心からの自発的なね、気持ちのある方だけでいいので、もう僕がね毎回呼びかける中で、なんかちょっと私毎回よく見てるんだけど応援金を送ってないなとかっていうことで後ろめたさは全く感じないでください。それはそれぞれに役割っていうのがあると思うので、やれる方とか応援したいっていう方がやることなんですね。でそして応援の仕方っていうのはいろいろあると思うんですよ。ご入金していただくだけじゃなくて見てますよとかね、応援してますよって言ってもらうだけでものすごい元気をもらえるし、または知人にね、お知り合いの方に山田バサラっていう人がいて、来年ね4月の27日にホールでねコンサート予定していて500人集めないといけないのよ、500名集めたいと思ってるのよとかね、この宣伝してもらうだけでもね、嬉しい。だそれぞれの役割があると思うので、
もう本当に僕はこれからね、まあシュガーホールに向けてご入金があればね、何か動きがあればここでね、まあせっかく YouTube なのでね、毎日毎日撮ってるのでお知らせ、そしてお礼の動画、感謝する動画を送りますけれども、それでね、あれ私やってないんだけど、なんかちょっとこう後ろめたいなって気持ちには全くならないでください。それはどんなことにも言えるって、その僕だけのことじゃなくてね、なんか義援金とかそういうのもね、僕も台湾に義援金を送りましたとか、なんだっけ前のね、北陸でしたっけね、の方もですね送りましたけど、できる範囲でやってるだけです。僕の気持ちでやってるだけなんです。だから喜ば、なんていうのかな、そうやってほんの少しでも喜んでもらえたら嬉しいので、やっぱそういうこと、そういうことなんです。お互いね、喜んでもら、喜ん、なんていうのかな、もちろんこうやってね募金してもらったら、応援金送ってもらったら僕はとっても嬉しいし喜びになりますけどもね。でも見てますよとかいいねくださったりとか温かいコメントくれるだけでもものすごい元気になるんですので、ぜひ皆さん、これから僕はまたどんどんね、応援金があった場合にはですね、こうやってお礼の感謝の動画を送りますけれども、ぜひ送って、その送らないことでね後ろめたい気持ちにならないでください。それは僕も同じですね、のでぜひですね、よろしくお願いします。はい、ということで大藤さん、また北海道でお会いしましょう。沖縄にも来てくださいね。ありがとうございます。大事に使います。はい、ということで、あともう一つ僕が言いたいのは、やっぱこうお金っていうのは僕もね最近いろんなことで学んでるんですけども、お金はおそらく僕もいただいた分だけこう活動にどんどん使っていくのが大事だと思うんですね。溜め込んで、これ僕のお金じゃないからね、僕のお金じゃなくてシュガーホールでみんなが楽しんでもらうためのこう運営資金なので、僕もですねそういうの勉強だと思ってます。勉強だ、そうやってどうやってお金を使っていくかということの勉強だと思ってるので、僕もですねこのいただいたお金、預かったお金って言いましょうかね、お預かりしたお金っていうのはシュガーホールに向けてどんどんね、もっともっと皆さんに知ってもらったりとか、逆にみんながね期待してもらう、ね、期待して、ワクワクするっていうのかな、そういうふうな気持ちになってもらうようにどん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 僕もね使っていこうと思ってますので、ぜひ皆さんこれからもよろしくお願いします。はい、ということでありがとうございます。今日も一日、サラバンジ。